みなさんこんにちは竹林です今日も youtube 動画ご覧くださりありがとうございます今日は私、小平瀬渓谷の河口に来ておりますとても暖かいです春ですね、きっと15度ぐらいあるんでしょうかねコートそろそろ脱いでもいい感じがしますねさて今日は人間は確実なものが大好きという話をします 例えば皆様が重い病気にかかったとします。この治療を受けると治る確率が90%から91%に高まります。ただし追加料金として100万円かかりますと言われたとします。皆様はこの100万円払うでしょうか悩ましいですね。では次のケースを見ていきます。この治療を受けると 99%から100%に治る確率が高まります皆さんは100万円払うでしょうかおそらくかなりの確率の人が払うことでしょう同じ1%のアップだったにもかかわらずなぜこんなに皆さんは受け止め方が違うんでしょうかそれは人間は不確実 性というものをとても嫌がるからです。例えば、九十九点九パーセントの確率で成功するというのと、九十九点九九これは大きな違いがあります。失敗の確率が零点一パーセントなのと、例えば零点零零零零零一パーセントなもの、何千倍もの差があります。 しかし、どちらもゼロではないという意味で大きな枠で捉えがちになってしまいます。これはどんなに努力しようとしても100%でない限り同じだとなってしまうのであればもうそこで努力をするのはやめてしまいます。人類ののの進化が止まままっててしうううというのはととといいいははも残念ななことです、ま、ず100%というのはありえない その100%にどれだけ近いのか、失敗の確率がどれほど減らせたのかを数字で見ていくという姿勢が大切です。私たちはついつい投資というものを躊躇してしまいます。投資というものは投資しましても100%元本保証というものは存在しません。その代わり元本保証がされているもの、例えば定期預金というものに手を出しがちです。 さらに定期預金というものは1000万円までなのであればそれを超えたものは単数預金にしてみたりということもしてしまいますこれってもったいないですよねいろんな株を世界中の株をまんべんなく買うというポートフォリオバランスよく買うことによってリスクはかなり減らせます しかし、それがゼロではないということを私たちは恐れてしまうために、ひょっとして本当に必要な人に必要なお金が渡らないということも起きやすいです。私は皆様に投資をしてくださいということを勧めてるわけではありません。ただ、私たちが現金や、 定期預金というものをものすごく愛しているものの背景には不確実性の回避という心理傾向があるということは知っておいて損はないかと思います。今日の話はここままでにいたします。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。